坂口安吾正午の殺人郊外電車が F 駅に着いたのが11時35分この F 行きは始発から終発まで30分間隔になっていて次の到着は12時5分それだと締め切りの時間が心配になる あと50日か。文作は電車を降りてため息を漏らした流行作家神田平太郎が文作の新聞に連載小説を書き始めたから100回ぐらいになる約束の150回を終えるまで毎日同じ時間に F まで日産しなければならぬ駅から神田の家までは10分かかった 前方を様相の若い女が歩いていく「どうやらあの人も神田通いだな」と文作は直感した畑の道を丘に突き当たると神社があるそこから丘へ上り詰めると神田平太郎の家である近所には他に一軒もないという不便なところだ神社の前で女が立ち止まって 何か迷っている様子であった追いついた文作は迷わず話しかけた神田さんがいらっしゃるんでしょうはあ神田さんはここを曲がって丘の上ですよはあ存じておりますそうですかどうも失礼文作は一礼すると 泡をくらって丘の道を登り始めたなぜかというと彼女性が年葉21に驚くべき美貌であったからである驚いたなあ神田通いの人種の中にあんなかわいい子がいるのかねまさにミス日本の貫禄じゃないか典型的な美貌とはまさに彼女じゃないか整いすぎて少し冷たいかな 1> 第1俺にそっけなくするようじゃ目が低いな神田通いの婦人ジャーナリストの中に安川久子という美貌の雑誌記者がいることは記者仲間に知られていたがあるいはその人かもしれない流行作家といっても神田平太郎は著書が何十万と売れる流行作家で毎月たくさん書きまくる流行作家ではなかった したがって彼に原稿を書かせるのは容易じゃないが近頃婦人雑誌の一つが彼の原稿を毎月書かさずに載せているそれは安川久子という美貌の婦人記者を差し向けてからの話と伝えられている神田平太郎も訳のわからん先生さ性的不能者という話もあれば男色という話もある。 途端に美人記者が成功するんだから何が何だかわかりやしねえや神田邸のベルを押すと毛利明美さんが現れて大広間へ通してくれたこの洋館はバカバカしいほど凝った大広間が一つあってそれに小部屋がいくつか付属しているだけである当年60歳の神田平太郎は数年来空手に凝っている仕事の合間に この大広間で空手の型をやって小一時間も暴れ回った後で入浴する新聞原稿を書き終わった後でそれをやることが多いので文作も何度か神田の暴れているのを見たことがある60とは思われない若々しい体で夕立を浴びているような汗をかき目がくらんでフラフラしながらも「えいいや!」とやっている それから浴室へ飛び込むのである空手のお稽古が今終わったところ入浴中よ明美はこう説明して広間の隅へ片寄せた椅子の一つに彼を案内したこの毛利明美さんなる人物は元来素人ストリッパーである女子大学の演芸会でストリップを演じて同性を濃殺して以来肉体に自信を持ち おりあれば裸になって人間をうっとりさせたいという野心を抱くに至ったやがて有名な画家を選んでモデルになる遊びを覚え最高の女体鑑賞家と申すべき大家どもをなで斬りにして留院を下げていたのであるがそのうちに分子の神田平太郎と同棲するに至った不能者だの男色だのと噂のあった神田が明美さんと同棲するに至ったから。 ジャーナリストもも一時は迷ったものであるしかし結局神田が不能者であり男色であるために女体の最も純粋な鑑賞家なのかもしれないそして明美さんとはそういう結びつきなのではないかという最もらしい結論になっていたのであるいつも時間が決まっているから明美さんはかねて用意しておいたサンドイッチとコーヒーを持参する 原稿できてますかええー、できてますここにあるわマントルピースの上から原稿を取って彼に渡したありがたいいつも几帳面にできていて助かりますよこういう対価になると時間はむしろ几帳面でいつも午前中にちゃんと一回分できあがっているついでに45日分まとめてやってくれると助かるのだが 几帳面にできているだけでもジの部でぜいたくは言えないおーいタオル神田が浴室で怒鳴っているはーいと明美さんが浴室へ駆け込んでいった文作が来た時からじゃあじゃャー流れていた水の音がようやく止まったのは神田がずっとシャワーを浴びていたのであろう それ寒い寒い寒い早く早くと寒そうな声でせき立てているのは明美さんだタオルでくるんでやっているのだろう神田は口笛を吹きながら寝室へ駆け込んだらしい神田を寝室へ送っておいて明美さんだけ出てきた先生シャワーが好きですねそうなのよ真冬でもやるんですよ それで皮膚が若々ししいのかしら。明美さんの顔が曇ったその顔を隠すようにそらしてあなた電車で美しいお嬢さん見かけなかったああそれだ見ましたとも神社のところまで一緒でしたよあの人誰ですか安川久子さんやっぱりねすごい美人ですねええ 明美さんは浮かない顔だ。どうしたんですかと文作が聞くと明美さんは苦笑に紛らしてい,いえ何でもないのよただ先生が待ちかねて聞くものですからお見えになったら今へお通ししろって湯上がりのすっぱだかでせき込んでるわよストリップですなひどいわねその時呼び鈴が鳴って 安川久子が訪れたのである明美はかねて言いつかっているから大広間を横切って久子を神田の居間へ通した居間寝室浴室と小部屋が3つ並んでおりおのおの広間に通じる扉があるが各部屋が横に連絡できる扉もあって浴室から寝室へ寝室から居間へ 広間の人に姿を見せずに往復できるのである明美さんの心中面白からぬのは無理がない安川さんがお見えよ明美は寝室の扉を開けて大声で怒鳴ってバタンと閉めたすると「明美、明美！神田が室内から大声で呼んだ 明美はうるさそうに扉から顔だけ差し込んで「なあに?」神田が何かくどくどと言った明美は扉を閉めて文作のところへ戻ってきて「男って要望ねどうしてですか美人を隣室へ呼び込んでおいて「お前ちょっと散歩してこい」だって先生なら大丈夫ですよ 何が先生ならならのよ。日本一のスケベよあの先生はおん<ー>何が不運ささ出ましょうよ不潔だわここの空気陰風渦巻いているわね明美は文作の手を取るようにして外へ出たまさにその時正午のサイレンが鳴るのを聞いた 私も一緒に銀座へ遊びに行こうかな僕はまっすぐ銀座へ出るんじゃないんですよこれから挿絵の先生のところを回ってそれからです丘を降りる途中初生の木曽英介が荷物を自転車に積んで登ってくるのに出会ったマーケットへ買い出しに出たのであるお今に安川さんが見えていらっしゃるんですから奥へ行かない方がよくってよ 明美は基礎に注意を与えたえそして文作を駅まで送ってくれたのである文作が挿絵の先生を回って原稿を届けできている挿絵を受け取って社に着いたのが3時ちょっと前だった途端に社会部の記者が34人立ちふさがって「今までどこをうろついていたんだ!」よせやい 小説原稿と挿絵を回って休む暇もありやしない。お前まさか、神田平太郎を殺しやしまいな。脅かすない。い神田平太郎が自殺したんだ。しかし他殺の疑いもあるらしい。とにかく貴公、ちょっと姿を消してくれ。なぜこっちの用が済むまで他者に貴公を渡したくないからさ。 神田平太郎が死んだのは貴公があのうちにいた前後なんだもしも他殺なら貴公は容疑者のナンバーワンだよ俺のいたのは正午だよ神田先生はシャワーを浴びてピンピンしてたよ待て待て白状するならこっちの部屋でと社会部の荒くれどもは犯人のごとくに彼を取り囲んでぐいぐい別室へ押し込んでしまった 明美は文作を駅まで送ってからぶらぶら散歩して農家から産みたての卵を買いそこで20分ぐらい話し込んだ散歩から戻ってきたのが1時頃であった初世の基礎は台所の前で薪割りをしていた明美は家の中へ入る前に薪割りの音をたどって基礎のところへやってきて 安川さんはさあまだお帰りにならないのかしら僕はずっとここで薪割りしてたもんで家の中のことは知らないのですがなるほど相当量の薪が割られて散らばっていた明美は屋内に入り思い切って今の扉をノックしてみた屋内一面に 死んだように音がないので嫌な予感がしていたのだが意外にも居間の中から久子の澄んだ返事が聞こえてきたはいどうぞあら安川さんお一人ええ先生はどうなさったんでしょうか今までお待ちしてたんですけど原稿を書いていらっしゃるのかしら さあ私まだお目にかかってないんですのさっきからええ久子はその1時間持参の本を読んで待ちくたびれていたのだそうだなるほど居間の内部は明美が彼女を生じ入れた時と全く変わりがなかったそこで明美は寝室へ行ってみたそしてそこに 裸の姿でうつ伏せに死んでいる神田を見いだしたのであるバスタオルが下半身を覆っているピストルで右のこめかみから射抜かれているピストルは右の手元に落ちていたすでに体温はなかったのである当局の取り調べに久子は答えた 私が今にいる間、隣の寝室に特別の物音は起こらなかったように思います。ずっと部屋を動かなかったのですねいいえ、二度部屋を出ました。なぜ電話が鳴ったからです。どなたもお出にならないので私が出てみましたが、時間が経ったせいですか、私が出たときには切れてしまいました。 いつ頃ですか私が来て間もなく、12時5分か10分頃かと思います。その時、屋敷内に誰もいませんでしたかどなたの姿も見かけませんでした。何分ぐらい部屋を離れていたのですかちょっとの間です。電話機をガチャガチャやってみて、切れてるのがわかるまでの時間だけです。 そのときピストルの音を聞きませんでしたか気がつきませんでした。ラジオが鳴っていましたので聞こえなかったのかもしれません。ラジオのスイッチを入れたのはあなたですかいいえ、わたしが来たときから鳴っていました。そのラジオは神田自身がスイッチをひねったのである。 空手の立ち回りの練習を始めるときにひねったものだそうである明美も文作も彼らが立ち去るときにラジオの鳴っていたのを聞いていた明美はよほどラジオを止めて出ようかと思ったが彼らの便宜のためにわざとラジオの音を残して立ち去ったのだと言った「寛大なもんですなあ」と 新聞記者が感服したら「私までこっぱずかしいからよ」と意味慎重に微笑したよし去る新聞のほうずるところであった起曽はこう証言した「僕が屋敷へ戻ったのは12時5分ごろじゃないかななぜなら神社の前に自転車を止めてこれから丘を登るために一休みしている時 正午のサイレンを聞いたからです電話ですか電話は知りませんでしたね何しろ荷物を台所へ放り込むいきなり巻き割りを始めたものですから彼は27歳終戦の時は学徒兵だった美青年である彼は新聞記者に色男方面の突っ込んだ質問を受けたが それを平然と受け流して。僕は先生の弟子で書生で下男に過ぎませんよその他のことは知りませんねえ愛人先生の愛人なら明美さんでしょうえ安川久子さんと先生との関係ですかそんなこと知るもんですか僕には 神田先生の私生活は興味がなかったです。ピストルの音を知らなかったのかい。知ってりゃ何とかしますよ。所生の勤務においては忠実な方ですからね。自殺の原因に心当たりは。ありませんね。そもそも分子には自殺的分子と自殺的でない分子と二種類あって、自殺的でない分子というものは、 人間の中で一番自殺に縁がない人間ですよ殺される原因に心当たりは僕が先生を殺す原因なら心当たりがありませんよ他人のことは知りませんね君と明美さんの関係はこう突っ込んだ新聞記者の顔を不思議そうに眺めて彼はつぶやいた もしも僕たちがいい仲なら先生の生存が何より必要さなぜなら僕たちが同じ屋根の下に暮らせるのは先生のおかげだからさ僕のように生活力のない人間が先生なしで明美さんと同じ屋根の下で暮らせやしないよ明美さんの顔を一目見ればわかりそうなものだがなそれで結局いい仲なのかい 僕が運といえば日本中の人を思い込ませることができるらしいね彼は皮肉な笑いを残して立ち去った結局容疑者が3人できた明美と久子と木曽であるそれに対して文作の証言が甚だ重大な意味を持つことになったのであるところが文作は うっかり社会部の連中に久子のことを口走ったために大層反問することになってしまったなぜなら彼の社の新聞は翌日の紙面に久子をほぼ確実な容疑者として大胆に報じているからであった当日午前11時35分駅着の電車で降りた我が社の矢部文作記者は 同じ電車で来た安川久子が坂の上り口で大きなハンドバッグの中を覗いて何か思い詰めた様子で考え込んでいるのを見いだして話しかけた神田さんへいらっしゃるのですかええ一緒に参りましょうお構いなく彼女は冷たく答えたそして にわかにわずか3分の道を15分も遅れて到着した久子は明美に迎えられ突き詰めた顔で広間を横切り今へ導かれた15分引く3分12分の間彼女は何をしていたのであろうかこれを読んだ文作は新聞を握りしめ殴り込みの勢いで社会部のデスクに詰め寄った ハンドバッグを胸に抱いてぼんやり立ち止まっていたと言ったんだ中を開けて思い詰めて覗いていたなんていいやしないよ素人は黙ってろよせやい俺だって昔は3年も社会部の飯を食ってるんだ1 5三の12分で神田先生が殺せるかてんだ正午かっきりまで先生が生きていたことは俺が証明できるんだその12分間に 彼女が殺したとは誰も言ってやしないよ。彼女が何をしていたかてんだ。どうだい ?12 分ぐらいは何をしても過ぎちまわ。坂の下にパチンコ屋も喫茶店もなくてもかい畑だけしかないところで12分間も何をして過ごす。よーし。 俺が今から彼女の無罪を証明するから待ってやがれついでに犯人も突き止めてみせるから彼は向かっ腹を立てて外へ飛び出したまず冷静第一と各社の記事を読み比べてみると各社とも久子に不利な見解らしく自殺とすれば久子が電話に立った間他殺なら犯人は久子なぜなら 隣室のピストルの音が聞こえなかったということは信じられないからというのが各社大体のねらいであるらしい帽子に至ってはすでにさこを犯人に仕立て裸体の神田が彼女に襲いかかろうとしたからかねてそれを予期していた久子は用意のピストルを取り出して神田を撃ったと決め込んでいるバカバカしい あのそそたる美女にそんな器用なことができるものか様相にはシミ一つ乱れ一つなかったじゃないか空手の達人神田平太郎の襲撃を受けてそんな器用な対応ができるのは女猿と美佐助ぐらいのものだともかく彼はすでに100回も神田提言日産しているそのうち神田に会うことは極めて少なくおおむねただ原稿を受け取り サンドイッチを食ってくるだけのことであるがそれでも100日の日産となればために神仏の心も動く日数である近来彼ほど神田邸の門をくぐった者はいないはずだまず神田という作家の生態を解明する必要があるそれのできそうなのは俺だけだと一応自信たっぷり考え込んでみたが 彼が不能者か男か、それとも性的に常人であったのかそれだけのことすらも見当がつかない百日も日産しながら要するに彼の本当の生活には全く触れていないことが分かっただけであった法医学者の間でも自殺説と他殺説があった。 多殺説の根拠は弾のい込まれたのがこめかみよりもやや後方で斜め後方から撃たれていることただし自殺者がこの角度から発射するのが絶対に不可能だという確実さではない他殺説の根拠はむしろ状況的なもので全裸で自殺することが機械であるのが第一それ以上に奇妙なのはバスタオルが 側部にかかっっていることであった。犯人が犯行後にかけたものでないとすれば自殺の瞬間まで胸の辺に押さえていたが自殺後にずり落ちて倒れる時には足のところまで来ていたそう考えなければならないところがピストルで自殺するには一方の手に必ずピストルを使わなければならないしてみれば バスタオルを押さえていたのは片手でなければならないがこれから自殺しようという時にだるまの格好のようにバスタオルを羽織って片手で押さえながら引き金を引くというのはどうも変だ長々神経衰弱の者が突然ふらふら死を思い立って半ば喪失状態で引き金を引いたとすればそんな取り乱した死に方もするかもしれぬが 空手の稽古を小一時間もやってシャワーをものの10分間も浴びた人間がその直後にやることだとは考えられないバスタオルを羽織る気持ちがあるなら服を着けるぐらいのたしなみがありそうなものだそれとも突然自殺の必要が起こったのであろうか服を着ける暇もない突然の必要というものは 自殺の場合よりも他殺のの場場合合よよりりもに多いことを想定しなななければならない。しかしこれとても他殺の決定的な理由になるわけではなかったより以上に辻褄が合わないことは神田が久子の来訪を待ちかねていたことその神田が久子を臨室に待たせておいて顔も見せずに自殺するとは何事であろうか それについて久子は機械な申し立てを行っているのである私が神社の前にたたずんでいましたのはそこで待っておれという先生のお言葉だったからですいつその命令を受けましたかその前日午後2時ごろ先生から社へお電話がありましたのです渡すものがあるから、 正午頃神社の前で待っておれと申されましたなぜ正午まで待たなかったのですか先生のお宅がすぐ近いのにそんなところに待っているのが不安になったからですこそこそと人に隠れるようなことがしていけないように思われて正午近くになったからなんとなく先生のお宅まで行ってしまったのです たぶん原稿だろうと思いましたそれしか考えられませんからところがその原稿は彼の寝室になかったのである書きかけのものもなかったそして久子の原稿の締め切りはまだ先のことでもあった さ子がこう申し立てているにもかかわらず神田の様子はそんな約束をしているようには思われないのださ子の来訪を待ちかねてはいたが自ら約束の場所へ出かけようとする様子はなかったその気持ちがあれば出かけることはできたはずだシャワーを早めに切り上げればいけたはずであるしかるに彼は悠々と10分間もシャワーを浴び 寝室へ引き上げてからもすぐに衣服を着けようとはせず。正午過ぎて死ぬまで裸でいたのである。神社の前で待っておれと言ったのは神田先生。本人の電話かね。神田先生ご自身です。間違いありません。しかし、神田がひさこに電話したのを聞いていたものはいなかった。 もっともそのような秘密の電話を人に聞かれるようにかけるはずもない無理心中でもするつもりがにわかに気が変わって自殺したんじゃないかな文作はそんなことを考えてみたが神田という生活力の旺盛な作家が無理心中とはすでに変ださらに決定的に奇怪な一事があった。 事件の朝孝子という女中のところへ母が危篤だからすぐ帰れという速達が来た早朝7時に配達され孝子は9時頃出かけた孝子の家は汽車で3時間ほどのところであるが帰宅してみると母は健在であるばかりか誰もそのような速達を出したものがなかったのであるその速達は あけみととも見ていいたたがへたな字であったという貴子は自分の部屋へ置き捨てていったと言っているが彼女の部屋からもまたどこからも発見されなかった状況的にはこれが最も機械な一時であるがさればといってこれと他殺がなぜ結びつくかは証明できない。 犯人にとって女中がいると困ることがあったらしいとは考えられるがなぜ困るかは皆目見当がつかないのであるしかし他殺説の法医学者はこう言っていた少なくとも神田が生きていたのは12時5分か10分までである死体の状況や解剖の結果 それ以後までは生存は考えることができないしかるに12時5分から10分までのうちに2度電話がかかってきたここにも犯人の作為が考えられるではないかつまりその説の真の意味は12時5分から10分までの 電話ののかかってきたた時刻に射殺されたもので、計画的な電話だとの考えであるらしかったところが久子以外にその電話を聞いた者がいない聞いた者がいないから久子が取り次ぎに出たのであろうがこの電話を12時5分から10分までと仮定すると少なくとも2度目の電話は基礎が聞いていそうなものだ あけみと文作が玄関を出た時正午のサイレンが鳴った二人は坂を下りる途中で木曽とすれ違っているそこまでは二分ぐらいの道だ木曽は自転車を押して坂道を上ったのだが上り道にしても三四分で家へ到着したはずである電話は大広間の台所寄りのところに設備されており 台所の戸口の外で薪割りをしている基礎の耳に聞こえるのが普通である僕は自転車を押し上げる普通の速力で登ってきました神社の前でサイレンを聞いたのから判断して12時5分か6分ぐらいには裏口へ到着したかもしれませんねしかし薪を運んだり割ったりしている時に電話の音など聞こえません 今皆さんは電話の鳴るのを予期しているから聞こえるのですが無心にまき割りをしている時はまた別だと思いますよ木曽は実地検証に来た人々にこう説明したのであるその時明美はハッと気がついたらしくのぞくように木曽を見ていったねえ木曽さんそんなに長く そして2回も電話のベルが鳴ってるのになぜ先生が電話に出なかったんでしょうね先生はベルを長く鳴らせておくのが何より嫌いな人ですもの私たちがいる時に3度以上もベルが鳴れば血相を変えて怒鳴られるわさもなければ気違いのように飛び出してきて受話器を外してしまうわねすると いかにもバカバカしくてたまらぬように答えたその音についてはへんてこだらけですよなぜあんな時刻にラジオが鳴ってたのか僕には見当がつきませんよ先生の聞くラジオは主としてスポーツとたまにニュースぐらいのものでその他の時間は当家のラジオはあってなき存在ですからねもっとも時に偶然や気まぐれは過去にもあったかもしれません あの日もたまたま気まぐれの日に当たっていたのかもしれませんがとにかくこれも当日の異常の一つですよこのラジオは明美の記憶によれば神田が空手の型をやり出す時にスイッチをひねったもので文作の記憶によっても彼が到着した時から立ち去る時まで鳴り続いていたように思われるのである少なくとも誰かが一度止めたり またひねったりしたような出来事の記憶はなかった木曽は言ったふだんなら僕が室内へ行ってラジオを止めるところですが当日安川さんが見えてられると聞いたものですからそのための何かの必要によるものと考えてほったらかしておいたんですラジオの鳴ってることは知ってましたとも異常なことですからね ここにも異常が一つ増えたがやっぱり他殺の確実な証拠にはならない後に残った問題はピストルが誰のものかということくらいだ神田がピストルを所持していることは明美も起訴も知らなかった先生の寝室のどの引き出しも押し入れの奥の奥まで先生の知らないことまで私は知ってるんですもの このピストルはうちのものではありませんと明美は断言したしかしその断言を裏付ける証拠はこれまたないしかし各新聞は言い合わせたように他殺の疑いを捨てなかった自殺にせよ他殺にせよ久子が銃声を聞かないのは変だ他殺なら 銃声をごまかすための作為があるかもしれないが自殺の場合にそんな作為はありえない従って銃声が聞こえないのは他殺の証拠だと考えているのであるそしてその裏にはおおむね久子が犯人だと決めている様子であった「畜生め他殺かもしれないが安川久子が犯人だなんて」 文作は新聞を読むたびカンカンに腹を立てたが彼の力ではどう脳みそを絞っても彼女の無罪を証明する手が見つからないそこで旧友の古瀬博士を訪ねてその意見を聞くことにした2人は一緒に同人雑誌を出したことのあるその神の文学青年であった 来る頃だと思っていたよ。君の頭じゃどうにもならないからな。と小瀬博士は機嫌麗しく文作を迎えたまあかけたまえ君の来訪に備えて東京の全市から事件のスクラップを取っておいたが言い合わしたように報道に欠けているところがあるね特に君の新聞がひどいや君の証言がよほど確実だと思い込んでいるらしいな。 当たり前じゃないかこの目で実地に見たことだもの文作がすごい剣幕を見せたから小瀬博士は逆らわなかったどの新聞にも欠けているのは君が神田家へ到着するまでの出来事に関する調査だね俺の到着前のことは無用さ俺が立ち去る瞬間まで神田平太郎は生きていたのだからいやいや彼の生死にかかわらず 神田家に異常が起こってからのことは漏れなく調査されなければならない異常とは例えばラジオそのまた先には女中の手紙そのまた先には神田氏から久子さんへの電話それは事件の前日午後2時だから少なくともその時刻まで遡ってそれ以後の各人の動静を綿密に調査しなければならないのさ随分暇な探偵だな。 諸星の基礎が当日どこへ買い出しに出かけたのかそのアリバイの裏付け調査を行っている新聞も一紙しか見当たらないぜそれによると基礎は F から約7マイルの9駅のマーケットまで幼木洋種その他を買いに出かけているのさ彼がフィルムを買った写真屋はこう証言しているね木曽さんが見えられたのは11時前後でしたろう 現像したフィルムと新しいのをポケットへねじ込み、四五分無駄話の後、自転車で立ち去りましたよ、とね。Q と F の距離は自転車で三四十分だね。最も,も、競輪選手なら二十分以内でぶっ飛ばすことができるかもしれないが、一番普通に考えて、基礎が当然の時刻に Q で買い物していることは、彼自身の証言通りと考えていいね。 基礎の行動で疑問なのは坂で僕らとすれ違ってからの何分間だそれは各氏が漏れなく論じていることさ僕は目下各紙の調査漏れを考案中でもっとも各紙の調査漏れは君の調査漏れでもあるだろうから君に聞いても容量を得ないだろうね君が F 駅へ下車した11時35分以後のことを語ってくれたまえ 神社の前で安川久子と言葉を交わした以外には道で特別のことはない神田邸では呼び鈴を押すと明美さんが現れて広間へ通してくれた明美さんはマントルピースの上から原稿を取ってくれてサンドウィッチとコーヒーを持ってきてくれたから二人でそれを送って明美さんもさようそれが毎日の例なんだ 神田氏の食事と時間は不規則でずれてるから明美さんは俺を待ってて一緒にサンドイッチとコーヒーをとるいつもなら女中が運んでくるがその日は明美さん自身が運んでくれて差し向かいでいただいた10分間ぐらいしてサンドイッチをほぼ平らげたところに浴室の神田氏がタオルと怒鳴ったので明美さんは座を立ったそれまでは君と一緒だねさよう 台所へサンドイッチを取りに立ってくれた以外はねさて神田氏はシャワーを止めて明美さんからタオルを受け取ってくるまって見てたのかいバカよその浴室を覗くやつがあるかい神田氏は口笛吹いて寝室へ駆け込み明美さんは広間へ戻ってきたその時明美さんは浮かない顔で先生が待ちかねてるが 電車で安川さんと一緒じゃなかったかと聞いたんださてはあの美女が安川城かと思うところへ安川城が到着したのさ明美さんが安川城を居前へ通す途端に寝室の先生が大声で明美さんを呼んだから明美さんはドアから首だけ差し込んでドアから首だけだねさよう先生が明美さんに散歩してこいと言った ひどいことを言うね。それを君も聞いたんだね。その声は低かったから、俺にはよく聞き取れなかったが、明美さんがバタンとドアを閉めて、怒って戻ってきて、俺を促して外へ出たのさ。すると、正午のサイレンさ。つまり君は、神田先生には会わないのだね。100日のうち、肺がんの A によくしたのは30日ぐらいのものさ。 彼氏は名題の交際嫌いでねえ君がちごさんたわけではなかったのかいよせやいねえ君各氏は神田平太郎氏の性生活を面白おかしく書き立てているが実はみんな想像に過ぎないそして神田氏が浪費家で一文の蓄えもないことを当然だと思っているらしいが神田氏の食生活や性生活は 門外漢には神秘的かもしれないが1,000万円の年収がそっくり出てしまうほど金のかかる生活だろうか彼がケチなのも名高いのに一文の貯蓄もないのは変じゃないか道楽者の生活はそんなものさところが安川久子城は言ってるぜ先生から私的なお話を受けたのは事件前日の電話だけだとね 各種の薬器の調査の結果も彼女の私生活から影の生活を暴くことに成功していない。一方、毛利明美も他に愛人はいないようだと言ったるぜ。浮気は人に知られずに行うものさ。特に女房にはね。君たちは何よりも重大なことを見落としているのだよ。 安川久子城は洗えば洗うほど可憐なお嬢さんの正体がはっきり出てくるばかりじゃないかその久子城をなぜ全面的に信じようとしないのだろうその原因の大きな一つは君の存在さ君自身は気づかないらしいが安川久子城が犯人らしいと各新聞社に思われている最大の根拠は矢部文作という新聞記者が11時45分から12時までの 動かし難い証言をしているからなんだよ。それは重々認めているよ。俺が神社の前でたたずんでいた彼女のことを言ったばかりに。いやそれじゃない。君が神田家へ到着してから。つまり11時45分から正午までだ。君は神田氏を見たわけじゃない。しかし君も、そして人々も。 君が神田氏は確かに生きていたよその声をはっきり聞いてるしかりしかり君は声を聞いているまた口笛とシャワーの音をねところが安川久子城はピストルの音を聞かないと言い張るのだその日の異常は全てが音だぜラジオも音だ 視覚についいいててはは異常は起こっていないのだそしてもし安川城を全面的に信頼するとすればどういう結論が現れると思うかねすなわちいかにラジオの雑音があったにしても隣室のピストルの音を聞き漏らすはずがないということだ彼女は広間の電話の音すらも聞き逃していないその彼女がいかなる瞬間といえでも隣室のピストルの音を聞き逃すことがあるものか さすれば結論は明瞭じゃないか。ピストルは、彼女が神田家に到着後に発射されたものではないということだ。俺が広間にいる間にもピストルの音なんぞ聞きやしないよ。しっかりとすれば、ピストルはそのまた前に発射されたに決まってるさ。しかし、明美さんは神田氏と話を交わしているじゃないか。 死人と話のできる人が犯人に決まってるのさ近頃はテープレコーダーというものがつつ裏う々らうらに悪流行を清めているのでねラジオの雑音でごまかすとテープレコーダーで肉声の代わりを務めさせるのは難しいことではなくなったよあっけにとられる分作に小瀬博士は優しく言った「ねえ君 かのそそたる安川久子城のために奮起しながらなぜ君は安川城の証言を全面的に信頼しようとしなかったのさ新聞記者のうぬぼれだね自分の経験を疑うべからざるものと思い込んでいるからさ愛とは神と同じものだよ一瞬高くひらめいた時にはね安川久子城を神様と同じように信頼すればそして 安川城の証言ゆえにそれが自分の経験よりも尊いと悟ればこの事件の謎は君が苦もなく解いていたはずなのさ真犯人を見つけることと本当に女に惚れることとは同じようなものらしいぜ本当のものとは結局同じようなものなんだだから僕は探偵よりも美女に数計を捧げる方に 忙しいのさ」と小瀬博士は文作を置き残し帽子を掴んで合いびきに駆け出してしまった文作の後日の奮闘によって明美の犯行が暴かれた彼女は神田氏が安川久子に心を動かし始めたのを見破って以来神田氏を殺して全財産を乗っ取る計画を練っていたが 神田氏が久子に呼び出しの電話をかけたのを知って女中と書生を外出させ文作の到着の1時間も前にバスを浴びた神田氏を殺しておいてかねて用意のテープレコーダーで正午以後の殺人と思わせ巧みに自分のアリバイを作ったのである文作のせっかくの訓令努力も気の毒ながら そそたる美女との交渉を発展させることはできなかった模様である。